はい、到着しました。お待たせしました。ありがとう。ありがとうございました。素晴らしい知識でもう感心しました。ありがとうございました。気をつけて。ありがとう。すごいわ、すごい。いやもう搭乗人員すべて把握しているという。ありがとう。さすがやね。ターミナルビルに戻ってきました。でこの上が展望台になっているそうなのでそっちへ行ってみます。ここの上を見学してきます。ターミナル無料休憩所大和ミュージアム。ここからそのまま行けるようですね。ここが待合所。駅ビルの方にもここで通じてるようです。あ、顔出し看板ありますよ、この世界の片隅にの。パネル展示がありますね。ちなみ保全地区とか歴史の見える丘公園。あんまりね広島観光したことないんですよね実は。鬼灘大橋。止めたのはあそこですからね。これですね、宝持ち展望台っていうんですか、桟橋ターミナル5階。はい、5階到着です。うん、そうだね。うん、潜水艦行かないか。行きましょう。ああね、いいね。で降ります。いや、でかいよ。ちょっと比較対象でそっち側を歩いてよ。6つの大砲だそうです。でかいわ。本当にはそこには立てないでしょ。ちょっとね、これはちょっとね。スクリュープロペラ。でかい。そこだ、そこが会長や、資料館で。鉄のクジラ館までやってきました。はい、これが潜水艦です。でかいです。でかいです。入館無料だよ。はい、中入りました。撮影 OK だそうです。
総会の説明が書かれてますね。まあ、こういう機雷がたくさん設置されているので、それをクリアしないといけないということです。実際に機雷が展示されてますよ。これこういうふうに浮かぶんですね、プカプカと。こっちもあります。はい、潜水艦の中に入ってきました。入ったらいきなりトイレでした。これシャワーですね。はい、これシャワー、うん、ちゃんとシャワーがあるというのはいいよね。まあ男ばっかり臭くなるような。うわ、こんな感じです。はい、出てきました。この部分を見たわけですね。はい、いや、一部を見ただけだけども、いかにでかいかがよく分かりました。はい、こんな感じでした。はい、出てきました。潜水艦の中に入れて感激です。では大和ミュージアム入ります。はい、やってきました。いや、大きい建物です。はい、ミュージアムの中入ってきました。こちら企画展の方です。はい、ここにヤマトが展示されています。10分の1の模型だそうですよ。10分の1でもこんなにでかいですね。後ろ通ります。特攻、うん、ひどい話だ。海の特攻隊、よくまあそういうのを開発したよね。
あと2分だけなんで、そりゃそうでしょ。んな、いや、ゼロ戦を初めて見たときにね、うん、あまりに小さいのに驚いたわ。特殊潜航艇海流有翼潜水艇、水中を飛行機のように自在に潜航浮上することを目指して開発されたと。航空機と同じ仕組みで設計されているそうです。夢タウンにやってきました。では今から買い物して帰ります。駐車場まで戻ってきました。ここまでの距離分かりません。ここの夢タウンでお弁当を買って、それを持ってフェリーに乗ります。なんかあの助手席に乗ったまま入れるそうで、しかもチケットもそこで買えるそうで、実に素晴らしいシステムです。ここの姉妹のお家なんですね。